うん。と、ちょっと、一応カレーラの話をしま,したしますが、一応、まあ、一応カレーナビヨンズで一応カレーナね、今休んでるんですけど、 どうもなんか3月も厳しい可能性があるかなみたいなことをちょっとやってみようと、えー、思っておりますでなんでこれが何でも3月も厳しいのかなと思ったんですけど理由はですね、えー、ハロプロジェクト研修生発表会20243月って,言ってミモザってのが発表されてやりますよって発表されたんですよ。日日程がですね3月2日 ダイバーシティですね。こう土曜日なんて私見に行けません。3月10日は ZEP ナンバーでございます。で、ゲストがビヨンズってなってたんですが、でこれでこれで結構ね、ファンの間で結構憶測が飛んでおりましてですね、えー、なんでゲストがビヨンズなんだって話になってですね、えー、ビヨンズなんて、あのー、もっもっ お茶のマができる前に、あの、カルプラ研修生発表会のゲストで出てたんですよ。先輩格みたいな形で。え、あなたたちも早くこんな風にデビューしなさいよ、みたいな。まだ、米村キララがまた研修生発表っ出てた頃よ。だからそれを、その頃まだ。<laughs> うんえ。米村さんが出てた頃で、うん。で、桃姫がいあの、もう、もう、 先人きってもビヨンズに活躍してた頃だから、えー、まだ米村キララさんが苦渋を舐めてた頃で審査を舐めてた頃じゃないですかね、えー、のあのあで,でそれでビヨンズが出なくなったんだよででお茶の間がデビューしたんで今度はお茶の間がその立場になってるわけでそので今研修発表会にお茶の間が出てきてあ,あのー ね、私たちみたいな早くデビューしなさいよみたいな形でなんかゲストとお姉さんかくて出てたりなんかして、えー、なんですけどもうでお茶のほが出なくなってビヨンズがまた復活するっていうことがななこれ稀なんですよ、うん、今まで研修生発表会に出てくるゲストの方ってやっぱりデビューしたばっかりのハロプログループの子なんですよ。 ね、椿ファクトリーとか <laughs>、ね、椿ファクトリーあの、ね、拳ファクトリーがまず出て拳ファクトリー椿ファクトリーが同時に出てたのがうんうんでそれで椿ファクトリーだけになって椿ファクトリー外もうキャリア重ねてくるともう建設発表会が出なくなってで次にね新しく出てきたあのデビューしたビヨンズが出てきてみたいな感じでやってたんだな、うんうん、ででその いろいろですね、えー、憶測があって、通常ならお茶の間なんですけど、なんでビヨンズなんだって。で、ハロプロ研修生にニッって今、これがもうデビューすることが決まっております。で、いまだハロ,ハロプロ研修生のままの方々が3人います。えー、川の負けの林ですね、<laughs> 3階って言われてる人たちが、これ、これがもしかしたら美容入りするんじゃないかっていう、なんか憶測を立てたでしょ、方がいらっしゃって。 えこれの発表ななんじゃないかとこの 3, 3人ハロプロ研修生をユニットに選ばれなかった3人今でこかハロプロ研修生のままなんですがこの3人を美容図で拾うと要 <laughs> するに、ね、地下鉄雨の森シーズニングの次のグループとして、えー、4番目のグループとして迎え入れようっていう発表があるんじゃないかっていう臆測を立ててる方がいるんですけどそれは。 ないと。<laughs> それは絶対ないです。ないっていうのは、だってこっちまでデビュー決まってないのよ。いつデビューするんだ今年デビューすることは決まってるよ。 決まってね、いつデビューするのかも決まってな、ね、いデビューシングルが何なのかも決まってませんだからまだいまだ白紙状態なんですがそれを差し置るてここがですねビヨンズに入るなんていうのはあってはならないことだと思いますこっちのモチベーションがだだ下がりです,そ,ですそれやったらもう <laughs> ね自分たちがえー、ねえ一デビューは決まってんだよデビューは決まってんだからデビューシングルも決まってないいつデビューするのかも決まってない発表もされてないっていう中でえー、じやっぱりじこ 今までこっちよりもこっちの方が一段一歩進んでたわけでしょ。デビューには一歩、デビューには一歩近づいてたわけなんですけど、それを差し置いてこの3人がですね、ビヨンズに、明日からビヨンズに組み込まれますなんて言ったら、この7人腐るよ。<laughs> だから、なんでみたいなさ、やめるよ、多分。ぶん。柱とかをやめるよ、多分もうやだ、この事務所と思って。 第2の田辺七海ができるよだからそれはやったらやらないと思います。えー、県ユニットよりも先にハロプロプデビューはないんです <laughs> じゃあじゃあこれは線がないとしたらどういうことが思うあの考えられるかっていうと、えー、本来は3月10日がビヨンズのハウスツアーの初日だったのではないかっていうまあ3月9日かもしれませんが、えーね、で別の場所を抑えられてて実は <laughs>。えー 別の、うん、場所が抑せられてて3月9日10日トンタはビヨンズの春ツアーの初日だったんだところが一チカレーナの復帰の可能性が五分五分なので3月分は見送った可能性があるんだよまだイチカレーナ帰ってこないからとりあえずあのー、い,いっちゃんが帰ってこないからい,いっちゃんが出れるか出れないか分かんない状態で、まあ、グッズも作れないだけどまだ、あ、グッズも作れないんだから この人たちも作れないんだよもう今多分ね他のグループはねグッズ作ってると思うんだよあの前も言った通りあの写真とかも撮影入ってると思うんだよあの春ツアーの写真でモーニング娘。なんてもう早,早くからもう春ツアー決まってるからもう写真撮ってるよ多分 <laughs> あのー、いろんなとこで撮ってるよ多分ねあのー、はだから写真よ <laughs> グッズで売ってる写真 ね個別写真あのだからあのー、とあとなんだっけあのロールの名前書いてるやつ日,日替わり写真か日替わり写真のもうあれ写真撮ってるよで日替わり写真の原稿書いてるよ写真に書いてるやつだねっ、ね、うんねそれあれ書いてんだけどでビヨンザは一茶が出るか出るか分かんないからなんかこうチューブラリーなんだよ <laughs> だからねっで でもしかするとビヨンズが使うはずだった会場がお茶の間が使うことになってる可能性があるんですよだから <laughs> ここはこここれがこれが。 お茶の間の,の,の春ツアーが発表された時に3月の部分だけ当たるホールコンが多かったらこれがまた楽しかったんだなと思った方がいいです。あでお茶の間がホールコン使ってるんだったらあもしくはこれビヨンズが使うはずだったんじゃないかこのホールコって思った方がいいです。と思思っててくれて間違いないと思いなますで横だから横滑りしちゃったんだよね。だって。<laughs> うん じゃあお茶の間が使う会場使うはずだった会場どこ誰が使うことになったのかっていうと多分それはキャンセルしたてんですキャンセルだとキャンセルか多分誰かに回すと思いますので多分、うん、だからビタースイートとかあのそっちの方だから <laughs> そっちの宮本かりんとか <laughs> そっちの方に回すと思いますあの、うん、あとあの山田のところにあのアップ側のとかがいるからあの使わないって言ってあの上げたりとかするかもしれないと思うんですけどうん で,まあ、だからで、研修生発表会のゲストなら一応か決席でもなんとかなりますけども、ゲストだから、ゲストだから、呼ばれる側だから、呼ばれる側が失礼欠席でも呼ばれる側だからいいんですけど、グッズもあのついでに発売してもらう、だから研修生がメインだから、うん、主役は研修生だから、ビヨンドのグッズはちょっと申し訳程度に売るだけの話だからいいんですけど、 胃腸カレーのような粗ありませんって書いても別にあれな、ね、皆さん研修図見に来る人が多いから、あのね、皆さん研修生見当ててくるからね。えーね ほのほのほのとか、ダンソンとか、かりんちゃんとか見に来るのが多いね。村越彩菜ちゃんとか言うからですね,、ま、ずね。上村はずみんとか、吉田ひのはちゃんとか、えー、上村れなちゃんとかですね。そっちの方なあと 3, 3階の皆さんを応援する方がいっぱい来るわけだから。ビヨンズはついでに来るだけの、話で、えー。だから、あそれでもいっちゃんのグッズがなんかあ,あってもなくてもいいと。別に、これに関しては。だからうん ただ、ビヨンズは単独コンサートでいっちゃんが出ませんってなると、ちょっと影響がでかい、やっぱり、ね。ビヨンズが見えへんだから、それは。<laughs> ビヨンズが出んで、いっちゃん、体調不良でまだ出ません、出れません、グッズも用意されてませんってなって、ちょっと興行的でちょっと問題があるから、事務所としては。うん、だから、大変だ。うん、でツア,ーがツアーでかけるとめんどくさい。でね、えー、とこです。で、春ツアーの初日が4月になってる可能性があります。うん ね、ビ,ビヨンズの春ーの初日がとりあえず4月からってなってるで3月分ビヨオン,ンズ用としてあてがわれたのは多分誰かに回ってるはずですどっかに回ってるはずですで多分お茶かお茶はちょっとお前贅沢だなっていう会場は多分尾形理沙とかですね M ラインに回すと思うんもう M ラインも予定出てるのかで、ね、も、うん、他のアーティストで回すない同じ会社の だから他にいるでしょハローポレーン街でもなんかアーティストなんかそっちに回す可能性がありますから、えー、まあ一応まだお茶とかですけどもねお茶かあと他の予定が空いてるところでではジュースとか椿とかも空いてるんだったらそこ使って。 使うかもしれませんビオンとか使うはずだったところをつばきアクトで使いますとか、ね、ちょっとスケジュールもすごい大変なんですけどじゃあアンジュレムが使いますとかっていのあれかもしれませんね。はいはい、でひなフェスでいっちゃんが復帰する可能性も5050 50だと思います。五分五分。そんな感じでございます。えー、というわけで今日は一応これは3月も厳しい可能性が出てきたよっていうちょっとあの動画をちょっとやってみました。 まあ一応まあ一応契約で揉めてるっていう説があるんですけどそれは絶対ないです契約で揉めてたらとっくの昔に消えてますあの事務所は本人の申し出によるっていう理由でもう切ってますはいだからそれは違いますだからともそこ本当に体調不良で長引いてんだなと思った方がよろしいかなと、うん、まあゆっくりね焦らずゆっくりいきなりね 無理して出てきて余計悪化させるとまた厄介なことになるだからやっぱりいっちゃんは万全の体制になるまでやっぱりまあ休んでていい休んでていいと思いますやっぱり本人がちょっと食べならないのでやっぱり無理して出てきてねうんなんか余計なんか体調壊したりすると我々が我々がね世界下からそうなっちゃったんだってなってるんだってこっちも ちょっと気が重くなっちゃうんでう本当に万全な体調になった時に帰ってきてくれればいいので、えー、ゆっくり休んでください。はい以上ですはい